アルベルト・サントス・デューモンは、ブラジル出身の発明家、飛行家、ヨーロッパの航空のパイオニアであり、主に飛行船の造船で有名。さらに、飛行機の公開実験にも成功し、ヨーロッパ初の飛行機製作者となっている。ブラジルでは、飛行機の父、飛行機王と呼ばれるほど偉大な発明家であり、未完に終わったもののヘリコプターをも開発していたことで、知られる。 ミナスジェライス州の裕福なコーヒー農園主の末っ子として生まれた。家業の成功に支えられて恵まれて育ったデュモンであったが、18歳の時に父のアンリンが仕事中に落馬し骨盤を骨折、治療のえなく他界した。農園経営が不可能になったため、家族で祖先の国であるフランスに渡った。デュモンの飛行機14ビス成人後に、 フランスで飛行船や航空機の開発に熱中し、様々な飛行記録を作った。1901年には、反抗式の飛行船6号機で、制限時間内に、エッフェル島の周りを回る飛行にかけられた、ドーチ賞を獲得。6号機は、パリの市民だからは、プティサントスと呼ばれ、親しまれた。9号機、バラドゥーズで、 ブローニュの森にあるお気に入りのレストランであった、ラ・グランド・カスカードに降り立ちランチを楽しんだ話が有名である。バラドゥーズとは、散歩をする人、という意味である。一方で、ロス・チャイルド邸の庭園に非常着陸したこともある。自宅に緊急着陸し、使用人に入れさせたコーヒーで一息ついて、再び飛び立った、という話も残る。アメリカのライト兄弟に遅れること3年。 1906年10月22日にエンテ型の動力機14ビス号の公開実験で高さ3メートル、距離約60メートルを飛行。11月12日再び公開で高さ6メートル、距離220メートルを飛行し、100メートル以上の飛行にかけられていたアルシュデック賞を獲得した。これはヨーロッパにおける最初の飛行機の飛行であり、 当時は、ライト兄弟の飛行が知られていなかったため、人類初の飛行と、大々的に報じられた。なお、リューモンは、この成功において、賞金を事前活動に供したのみだけでなく、機体の特許を取らず、むしろ逆に誰にでも、飛行原理を理解できるよう設計図を公開してさえいる。ドゥモアゼル号を含むこれらの機体は、フランスのルブルジェ航空宇宙博物館に展示されている。 メディアを再生する1901年にアルベルト・サントス・デューモンは航空のパイオニアの一人であるチャールズ・ロールスと彼の飛行機の計画を公開しました。1910年頃から多発性硬化症を発病し引退してパリ郊外に家を買ってイントン生活をしていた。しかし第一次世界大戦が勃発し飛行機や飛行船が兵器として使用された事実に失望し ヨーロッパを去り小国ブラジルに帰った。ところが平和の国と信じて帰ったブラジルでもその飛行機が内戦鎮圧に使用された。デュモンは著名人の署名を集め飛行機を戦争に使用しない提言を行ったがバルガス大統領や国会はこれを黙殺した。デュモンはこれに絶望し、この後サンパウロ州グアルジャのホテルでネクタイで首を吊って自殺した。 ライト兄弟同様、生涯独身だった。当局は、デュモンの死因を、心臓発作と発表した。リオデジャネイロ州により、葬儀が行われた後、遺体は、リオデジャネイロに埋葬された。現在のブラジルでは、デュモンの名が大きく残され、その名を冠した、空港、博物館等の公共施設や、勲章のほか、催しも多く存在している。 ブラジルのリオデジャネイロ市内にある国内線、発着空港、元国際線空港。ブラジルで開催される権威ある絵画展、ブラジル空軍によって授与される、勲章交通に関する、功労者に対して、ブラジル政府より授与されるデュモンは、ファッションのセンスにも優れ、トレードマークである襟の高いハイカラーシャツを着ていた。また、フランスの宝石商カルティエの腕時計、サントスは、 彼の依頼によって作られたパイロット用腕時計を原型としている。ブラジルでは彼を飛行機や腕時計の発明者と信じる人が多いが、これは事実だ。1942年から1967年にかけて発行された一万クルゼーロ紙幣の表面にデュモンの肖像が採用された。この紙幣はデノミネーションによる通貨単位改定後も重心クルゼーロ紙幣として、 しばらくの間使用された。ナンシー・ウィンターズ・著、忠平美ひ役、空飛ぶ男サントス、デュモン創始者2001年数多くの渦漏れていた、史実を掘り起こして書かれた表伝。ありがとうございます。